皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドをやっていきましょう。8月7日、ついに今年のポケットモンスター劇場版の映画ココ特別前売り券発売になりましたね。早速買いに行ってきました。こんな感じです。で、今回なんですけど、劇場版特典の探検ピカチュウ、これがね欲しくて、マスコット欲しかったんで、私は劇場で購入してきました。で、今回の特別前売り券、前にね動画でもお伝えしたし、ご存知の方の方が多いと思うんですけど、特別前売り券、史上初めて2匹のポケモンが受け取れる特別前売り券になっております。で、ザルードと色違いセレビーなんですけど、今回はおこやの森の色違いセレビーを受け取ろうと思います。で、受け取り方は、シリアルコードが、特別前売り券の後ろ側についているので、そこを削って合言葉としてこうシリアルコードを入力して受け取るっていう感じです。で、一緒にですね、オフィシャルガイドブックもついてくるので、それを見るとすごくね分かりやすいなって思いました。で、今までポケモン映画見に行ったりとか、前売り券買った時の、こういう風なねガイドブック全部取ってあるんですけど、なんか今回ガイドブックが若干大きいなっていう印象でした。お、来た！おこやの森のセレビ。あ、ドキドキする。映画の初日公開日は2020年、今年のクリスマス12月25日に決定になりましたね。いや、まさかなんか今年中と思ってなかったから、めちゃくちゃ嬉しいです。じゃ、これでセレビ受け取ったので、とりあえずね先に見てみようと思います。え、卵抱えてる。あ、幸せ卵持ちだ。色違いなんで星マークがついてます。強さを見る。幸せ卵持ってる。親がおこやの森になってますね。で、セレビエスパー草タイプ、色違いなんで この子はピンク色です。通常セレビは緑色になってるよね。特性は自然回復、これみんな一緒です。で、持ち技もみんな一緒になってるはずです。持ち技マジカルリーフ、未来予知、命の雫、癒しの鈴でレベル60の配布になってます。気まぐれだね。これはもしかしたら違うのかもしれないんだけど、どうだったっけ、結構前に情報見てたから忘れちゃったんだけど、おこやの森のセレビーは、一応ですね、性格はその子自体で違うのかもしれない。ポケモン映画20、これ2020年の20年、これで、運命的な出会いを果たしたようだです。で、持ってるのはウィッシュリボンで、2つ名なんでつけると飛び出してくるときに夢叶えしセレビーに名前が変わります。つけとこう。はい、準備しました。今回、配布でもらった色違いのセレビーがこっちです。私の場合は、防御、特攻、素早さが、最高の3部位でした。他はねこんな感じになってます。で、もう一体99レベルセレビーが、これ前にもらった子だね。確かコンソール版の銀遊んだ時じゃなかったかな。こちらだと HP、攻撃、特攻が最高になってます。まあ、100レベルまで育てれば銀の王冠とか入れられるしって感じだよね。で、持ってるリボンもちょっと違うから、ちょっとね見てもようかなと思います。持ち技は変えてあるはず。これアローラの時に受け取ってるから、移動させてきたのでこんな感じになってるんですけど、持ってるリボンがメモリアルリボン、最高の思い出のセレビっていう風にこの子はね出るリボンを持ってました。では早速色違いセレビーで遊んでいきたいと思います。いや、本当はですね戦闘を出すと育っちゃうからどうしようかなって思ったんですけど、出したかったから今回連れていきましょう。わっ、めっちゃ可愛い。いや、ピンクのセレビーいいね。お、回った回った、かわいい。せっかくだ
からポケモンの巣行きたいよね。あ、近くに1個ある。下の段だね。ここ行こう。なんだったかな、一回覗いたんだけど忘れちゃった。あ、ピカチュウ、え、ピカチュウいいのか、ピカチュウピカー、星5だね。あ、じゃあソード側でちょっと対策してここ行ってみよっか。よろしくね。いや、なんか来てる、なんか来てる。ちょっとプリン近くないね、プリン近いよ。どうしたの、びっくりだよ。あ、帰ってたよろしくお願いします。星子ピカチュウ大丈夫かな、二人になりました。ピーカー、ピーカー。いや、本当に今から楽しみな今年の映画ポケットモンスターココなんですけど、まあ、コロナの影響でね、本来だと7月の10日に、公開になってたんですけど、公開日が、今年12月の25日になりました。金曜日ね。2020年12月25日ですよ。クリスマス公開です。で、多分なんだけど、今私も遊んでるこのソードシールドの第2弾のダウンロードコンテンツ冠の雪原が、10末ぐらいまでっていう風に今のところ最新情報で、日付まではわからないんだけど秋ぐらいになってたはずなので、多分ね第2弾の方が先ですね。ていうか確実に12月25日までには多分冠の雪原が配信になってるから、そっちを先に遊びながらまた再びポケットモンスターここ見れるまで待ってようと思います。みんなの物語が公式チャンネルでちょっと前に放送になってたの見た人いますか。で、私ちょっとしか見れなかったんですけど、久しぶりにリサちゃん見れてめちゃくちゃ嬉しかったです。イーブイ可愛かった。で、また見たいからちょっと借りてこようかなって思ったりしてます。で、今までのポケモン映画もすごく好きだったんだけど、最近のやつね、どうしても毎回泣いちゃうんですよ。多分ココはね、ダダ泣きすると思います。まあ、マッタっていうのもあるんだけど、親子愛じゃないですか。ダルードとココの親子の話ってなると多分泣いちゃうんだよね今からそこもね、すごく楽しみなんだけど、一応ね、今まで公式のポケモンのチャンネル、 YouTube チャンネルだとか、あとはね公式ホームページ上だとかでも載ってた情報と若干ね被りはするんだけど、いろんなのが、今まで文字起こしであった情報プラスアルファで今回のねスペシャルガイドブックにも載ってたのがすごく嬉しかったです。何も言わずにセレビでかくしてますけど、私さっきもちょっとお話ししたんですが、おこやの森の今回の色違いセレビじゃなくて、もう一体ね普通のセレビ持ってるんですよね。でね、この子は今回スイッチで初めてゲットできてるけど、3DS でセレビ遊んだことあるんですけど、あっちから連れてきてるからあるんですけど、ウルトラサンムーンの時にセレビ出してちょっとね、ドット絵が荒かったんだよね、やっぱり 3DS って。で、スイッチ画面めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。羽ばたいてるところとか、あとは頭の触覚の色が変わってるところとかの割合とかね、グラデーションの感じっていうのが分かって、そこもめっちゃ嬉しいです。まあ、ちなみになんですけど、色違いのセレビーと通常のセレビーの色が違うところって、体全体とあと触覚の頭のところに今緑色になってると思うんですけど、そこもね若干色が違うのと、あと目の色がね、ピンクの色違いセレビーは緑なんだけど、通常のセレビーは確かね青っぽかったはずなんで、後で入れとこうと思いますこんな感じだよっていうのを入れとくと思います。比べてみるっていうのがね、素手歩きは1匹しかできなくてできないので、ちょっと時差はできちゃうんだけど、個人的にはどっちも好き。セレビの、ね、サイズ感も好きなんですよね、可愛くて。
なんか星5ピカチュウでちょっとやばいかなって思ってたけど、みんなでやればできますね。あ、ちっちゃくなっちゃった。え、これはせっかくだから命の雫しますか。ミュウが持ってたから前に私はやったことあるんですけど、せっかくなんでね、命の雫をかけましょう。いや本当に嬉しい。まあ、セレビーといえば、え、森がね、森をきれいにする浄化する力を持っているポケモンになるんですけど、時渡りポケモンで時間を超えてあちこちこうさまよったりして、で現れた森の草木がこうなんていうの、生い茂ったりとか、ちょっと弱ってたら浄化するとか、本当に素敵なポケモンだよね。平和な時代にだけ姿を見せるポケモンってことなので、あの今の私のこの鎧島めちゃくちゃ平和です。姿現してくれてるので、しかも後ろにくっついて歩いてきてくれてるのでかなり平和ですね。あとですね、多分なんですけど浮遊してついてきてくれてるポケモンなんで、海の上に生きるんじゃないかなって思うので、この後ちょっと水の上、海とか川とかの水の上にも行ってみようと思います。ゲットできた。いや待ちましたね。だって何もなければ4月17ですよね、に受け取りができるっていう状態だったんですよ、セレビー。でその後6月の15日ぐらいだよね、からザルード受け取りができるようになるっていう風に最初ね情報出てて、で今のこの情勢なので8月の7日になりましたけど、今年中にねポケットモンスターここ一応ね公開予定になっててめっちゃ嬉しいです。でビート君いたからちょっと来てみたんだけど、ピンク色やっぱ違いますね。フェアリーのピンクとエスパーのピンクというかセレビーのピンク濃いね。ビート君もうちょっと濃かったっけと思ってたんだけど、印象的にはなんか柔らかいピンク色してる。あとなんか色が近くて似合うな。これセレビービート君使ってたら可愛いって言ってる。あ、とりあえず話しかけてみますか。なんか違うことをいつもと場所が違うから聞いたことない気がする。ん？他人との共同生活ほどストレスがたまるものはないですよ。え？近くに道場がありますが、他人との共同生活ほどストレスがたまるものはないですよって、ポプラさんと一緒に生活してるのかな。ストレス結構たまってるのかな。大丈夫かな、ビート君。結構来てる？なんか表情わかんないけど、無表情だからわかんないよね。結構なんかストレスを感じてる感じがしますね。ちょっと心配。まあ、とりあえずなんですけど、川、海の上行ってみたいと思います。いや、なんか行けると思うんだけどな。あ、来た来た、どこまでも一緒にお出かけできる。え、めちゃくちゃ嬉しい。その浮遊してるポケモンとか、あと飛んでるけど水タイプのポケモンとかで、毒クラゲとかも確かねついてきてくれるんだよね。あの海の中だと潜っちゃうけど地上でも浮いてるから来てくれるっていう風になってて嬉しかったんですけど、セレビーもついてきてくれるんだ。もうめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。これはどこにでも一緒に行けますね。あ、ちなみになんですけど、今回私鎧島の中でセレビー受け取って遊んでますが、エキスパンションパスの購入してなくてもザルードもセレビーも受け取ることができるので、まだやってないなとか、今後ね前売り券購入する予定がある方はぜひ受け取ってみてください。まあ、あの連れ歩きは鎧島じゃないとできないので、こんな感じに、ね、出しておくことはあのガラルの本島側だとできないんですけど、それでもね戦闘で一緒に遊べるとかキャンプ一緒にできるっていうのかなり嬉しいですよね。ちょっとねザルード受け取った時にみんなでキャンプ一緒に遊ぼうかなって思います。で幸せ卵持ちセレビーの方が色違いの子なんだけど、あ、この子ウバメだったね。ちょっと確認したんですけどウバメだった。おこやの森が親になってる色違いセレビーとウバメの通常のセレビーでしたね。じゃあこれで出し直します。
いやー、かわいい。でもあれですね、ピンクの方が色がパキッとしてますね。ポケモンの世界の中ってあの緑豊かなところが多いから、色的にはこっちの方がやっぱり映えるのかもしれないって思います。はい、今回はおこやの森のセレビ受け取ったんですけど、また違う動画でおこやの森のザルードも受け取ろうと思うので、そちらも一緒に見ていただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!